っぱりオイラたち二人だけじゃ無理があるよな。そろそろ新しい助っ人を呼んだ方がいいんじゃないか。かわいこちゃんたち、今休憩中かしら。最近の売上データを見たんだけど、やっぱり二人には経営の才能があるのね。本当にたくさん売れているわ。リサさん、来てくれたんだな。ちょうど今助っ人が欲しいって話してたんだ。あら、注文が多くなってだんだん手が回らなくなってきた。そうなんだ。こんなにお客さんが来るなんて思ってなかったぞ。私は予想していたけれど、実はあなたたちが開店準備に勤しんでいた時、私とフレダは経営効率を上げる方法について話し合っていたの。あなたたちの経営を観察してみたけれど、錬金術も薬草の栽培も販売方法もまだまだ改善の余地があるわ。え、こっそりそんなことしてたのか。てっきりずっとサボってるのかと思ってたぜ。あらあら、お姉さんも肝心な時は頼りになるのよ。じゃあ教えてくれよ。その効率を上げる方法って具体的にどんな方法なんだ。そうね、具体的な改善案についてはすでにフレダと話をしたわ。詳しいことは彼女から聞いてちょうだい。お手伝いできることはありますか。最近ちょっと人手不足でさ、経営効率を上げろってリサさんに言われたんだけど。ああ、その件ならリサさんと詳しく話し合いましたよ。現段階で向上させられそうなのは錬金技術と栽培技術、それから販売規模です。効率が上がれば経営も楽になると思います。なんだかすごそうだな。早速試してみようぜ。アップグレードのための準備はできています。いろいろと試してみてくださいね。Yeah.